はい、昼ビール法則、今日のアウトプット。今日もマコネーと一緒にダイエットの勉強していきましょう。今日はですね、第6章、代謝とリバウンドの基礎知識になります。さあ、今日からね、またちょっと難しいところかもしれませんが、みんなね、楽しく勉強、ダイエットの勉強していきましょう。まあ、そんなわけで、まずは、はい、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指している小川誠が、普段勉強しているテキストをもとに、その内容をね、皆さんにシェアする内容のポッドキャストとなっています。このテキストというのは、各章ごとに、それぞれね、個別に問題がいくつか出題されてて、その個別の問題を答える形でどんどん進んでいきます。そして、アウトプットという形をとっているのは、もちろんアウトプットの重要性を含めてってことなんですが、私ね、この資格試験を受けるのは実は2回目で、1回目は大惨敗でした。まあ、そこで今回は自分の学びと皆さんの学びを含めて、皆さんにね、ダイエットの基本的なことをお話ししながら自分も学んでいこうということで、アウトプット形式でやっています。その中で今日はね、リバウンドと代謝の最終日、ちょっと内容が濃くて長くなりますが、非常に重要な部分だと思うので、皆さん楽しんでやっていきましょう。で、今日の問題はというと、リバウンドをして元の体重に戻った時、同じ体重なのに体が以前よりブヨブヨになっていることがある、イエスかノーか。ブヨ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 になっていることがある、イエスかノーか。ブヨブヨね。私はわかるな。私は何度もリバウンドを繰り返して、私のセットポイントのね、131キロじゃなくて115キロ、13キロぐらいまで何度も戻ったりしてるので、まあ、この気持ちはわかりますわ。じゃあ、まあ、なぜそういうことが起こるか、まあ、それがどういうことかってについて、お話していきます。今日のテーマはこちらです。今日のテーマはリバウンドの基礎3、等身性とまとめ。また等身性ってちょっとね、ややこしい名前が出てきましたが、まあ、等身性もね、言葉は難しいんですが、内容はそんなに難しくないので、サクッとやっていきましょう。じゃあ、等身性とは。はい、等身性っていうと、まあ、大きく2つに分けられるんですが、1つ目は、まあ、体内にね、エネルギーが不足した時、まあ、運動とかして、体内に蓄積というか、栄養補給した時に持ってる、タンパク質とか、まあ、エネルギーのもとだから糖質とかがなくなっちゃった時に、どうするかっていうことを等身性っていうんですけども、その時に、不足分をね、貯蔵してる無理抗原、まあ、要は糖質ですね、まあ、体脂肪から賄う、要するに体脂肪を分解して、エネルギーにするっていうのがまず一つ。まあね、体内のエネルギーが不足した時に体脂肪を減らしてくれるのが等身性。まずそれが一つ目。もう一つは、やっぱりね、エネルギー不足した時に、今度は体脂肪なくて筋肉を分解してエネルギーを作り出すこともあるんです。まあ、それがどちらも脂肪を燃やす、もしくは筋肉を分解する、どちらもやっぱり等身性って言います。はい。まあ、筋肉減るんですよ。そう。でですね、まあ、ここでね、食事制限に頼ったダイエットの、問題点をいくつかお話ししていくんですが、まあ、食事制限に頼ったダイエットをすると、まあ、等身性が繰り返されます。要するに、まあ、栄養不足になるわけだから、食べる量が少なくて栄養不足になるから、まあ、脂肪や筋肉から、栄養をね、分解して、補填する等身性が行われるんです。そうすると、当然ね、筋肉も減って、脂肪も燃焼する分、筋肉も減っていきます。はい。筋肉が減っていった結果、どうなるかというと、日常生活での燃焼費エネルギーが普段より減ってしまうんです。はい、筋肉が減るってことは。そう。その結果、基礎代謝も低下して、消費エネルギーもそもそも減ってしまうと。そう。だから、まあ、食事制限に頼ったダイエットをすると筋肉量が減り、で、基礎代謝も減り、使われる消費エネルギーも減ってしまうと。まあ、その結果どうなるかというと、じゃじゃん、太りやすい体質の完成です。
これこそ食事制限に頼ったダイエットの怖さ、つまり食事制限に頼ったダイエットをすると太りやすい体質になります。はい。じゃあ、まあそれがね、まあリバウンドの原因になっていくんですけども、まあ、太りやすい体質になってしまった上にリバウンドしやすい体型になる。怖いですね。はい。じゃあリバウンドさせないための方法を、3つに分けて説明しますので、1つずつやっていきましょう。リバウンドをさせないための方法としては、無理なダイエットをしない、まあ、つまりストレスフリーのね、食事量をそれなりにしっかりとって、必要な栄養素を摂取して、で、中枢神経の反応とね、糖新生を適切に保つってことが重要になってきます。はい。だから、まあ、我慢するとか、無理するとか、そういうのは、本当、リバウンドになりやすいんですよ。はい。だから、気合や根性でダイエットするダイエットは、結果的にはうまくいきません。はい。結果的に、短期間で、例えば、まあ、1週間で5キロ落ちたって言っても、それが大きなリバウンドに跳ね返ってくるので、ぜひね、気をつけてください。で、リバウンドをさせない方法2は、こちらです。普段の食事からね、太りにくい食材を選んで、よく噛んで中枢神経を刺激し、中枢神経でね、余分な食欲をかきたてないように、満腹神経を刺激しないように、しっかりね、太りにくい栄養素をしっかり噛んで食べるようにしましょう。はい。まあ、これもね、昔から言われてるんですが、なかなかね、早食いしてしまうじゃないですか。まあ、私もね、もうガツガツガツって食べちゃうと、まあ、後から、ちょっと食べ方おかしかったなって思うこともあります。はい。まあ、こんな基本的なことなんですけど、これだけでリバウンドを防ぐことができます。はい。で、リバウンドをさせない方法、その3は、やはりこれにつきます。日常生活の中でね、体を積極的に動かして、特別運動することはないと思うんですよ。まあ、普段歩いて出勤される方は、普段よりね、ちょっと早歩きをするとか、ちょっと長い距離を歩くとかでもいいでしょうし、まあ、エレベーターやエスカレーターを使っている人は、まあ、階段を、いつもじゃなくてもいいと思うんですよ。なるべくね、階段を使うとか、いうふうにして切り替えるとか、まあ、普段、車でコンビニまで行きますっていう方、田舎に住んでると、わずか、5分ぐらいのところでも車でコンビニ行きますって方結構いるんですよ。まあ、なので、まあ、歩いてね、行けるような距離のところは歩いていくとかね。まあ、そういった、なるべく、普段から体を動かすっていうことでいいと思うので、まあ、積極的に体を動かして、短期間で、ね、体重を落とすんじゃなく、スローペースでね、ゆっくり体重を落としていく。まあ、1ヶ月に体重を落としていい体重っていうのは、大体自分の体重かける5%なので、まあ、大体計算してみて、まあ、5%ですからね、ちょっと簡単に計算できると思うので、計算してみて、そこを目安にね、あまり急激に体重を落としすぎないように、皆さん気をつけて、リバウンドさせない体作りをしていってください。まあ、そんなわけで今日の問題は、振り返ってみましょう。今日の問題は、リバウンドして元の体に戻った時、同じ体重なのにブヨブヨになっていることがある、イエスかノーか。これはイエスですね。筋肉がやっぱりリバウンドした結果減っちゃって、減った分、同じ体重でも脂肪が増えてしまう。はい。つまり、ブヨブヨになっちゃうんですね。はい。まあ、私の体中、ブヨブヨです。はい。現在進行形で。これからね、ちょっとずつ絞っていきたいと思ってます。はい。まあ、だからこそ、長期間にわたってダイエットをしながら、セットポイントをちょっとずつ低くしていって、リバウンドさせない体作りっていうのが必要になってきます。まあ、ゆえに私は3年間を目標にしてるんですよね。まあ、最初の2年間である程度体重を落とせたならば、最後の1年はセットポイントをゆっくり、目標体重に近づけていく。まあ、それが、どちらが先になるというわけではなく、そういうふうにしていこうと思って3年間をやってます。まあ、このね、第6章の代謝と、リバウンドの基礎知識はこれで終わりになります。
で、次回からはレッスン7、第7章。次はどんな内容かというと、ここでようやくインスリンと GI 値、まあ、要は血糖値に直接関わるような内容ですね。まあ、最近のプロテイン量とか、プロテインお菓子みたいなのとかは、まあ、GI 値に対応した低 GI 値食品ですとか書いてあったりしますね。はい。まあ、海外では GI 値はカロリーよりも非常に重要視されて見られるものなんですけども、日本国内だと、まあ、カロリー優先で GI 値があんまり話題にならない。で、まあ、私と一緒に仕事してる20歳、21だったかな、の女の子に、今時の女子的に GI 値って常識的な言葉みたいな感じで聞いてみたら、GI 値なんですかみたいな感じで、まあ、GI 値を知らないと。それくらい日本ではおざなりにされてるんですが、まあ、本来ダイエットではカロリーよりも重要な要素として GI 値ってものがあります。なので、まあ、インスリンと GI 値について第7章ではしっかり勉強していきます。で、まあ、明日の問題はというとこちらです。明日の問題は、インスリンがたくさん出れば脂肪はどんどん蓄積される、イエスかノーか。そうですね。まあ、インスリンと血糖値のね、基礎知識ですね。ぜひ明日もまた楽しみながら皆さんと一緒に、ダイエットの勉強をしていきたいと思います。いよいよね、今使ってるのは2級のテキストなんですけど、2級のテキストは、問題40までなので、よろっとね、テキストにもう、どのお別れも近づいてきました。まあ、今日も最後までご視聴ありがとうございます。実は今日の部分は非常に重要な部分なので、ちょっとね、事前に緊張しながら勉強して、緊張感を持って勉強してお話しできるようにちょっと頑張ってみました。はい。まあ、このポッドキャストの、今日のアウトプットは、これからも、あと70ぐらいあるので、まだまだ折り返しもいかない。3分の1がようやく終わったところですが、最後までご視聴いただければ幸いです。で、今のところ、お昼の12時の配信は変えずにやっていくつもりですので、皆さん毎日お昼の12時に、ダイエットの勉強忘れずにお聞きください。ヒルビール補足のマコネでした。またね、明日待ってるよ。バイバイ。